はい、皆さんこんにちは。今回は2020年9月発売ナルトミカの最新情報のこちらの方をチェックしていきます。まずはタカラトミーさんの公式ホームページの方だね。新商品情報9月のページを見ていって、まず一つ目がこちらのモデルになってます。ナンバー38番アウディ R8 クーペの方が発売になるね。こちらのモデルは通常版と初回特別仕様2つのラインナップになってます。ボディカラーの方を見ていくと、これはノーコンティーような感じのボディカラーと、これはブラックだね。初回特別仕様のブラック、このあたりなかなか渋くてかっこいいんじゃないかな。アウディ R8 のモデルというと、以前廃盤になったモデルってあったんじゃないかな。確かレッドとブルーのメタリック、そんな感じのボディカラーだったよね。これはアウディ R8 クーペということなので、おそらく新型のモデルになるんだよね。金型もおそらく違うんだろうけど、まあ、ちなみにどのあたりが違うか、ちょっとこのあたりは実際手に取ってから確認したいところだね。なんとなくこのあたりのフロントのリップスポイラーとか、この辺のボディ形状は違ってるような気がするんだけどね。ちょっとこのあたり記憶が定かじゃないかな。そしてアウディ R8 クーペのサスペンション、アクションの部分はサスペンションだけになってます。やっぱりこの辺りサスペンションだけになっちゃうんだね。そしてこちらの画像というのは、おそらくこれは製品版の画像になるのかな。だけどやはり試作段階であってほしいね。ヘッドライトの部分とか、この辺りクリアパーツで作ってもらいたいかな。テールランプ、この辺りのテールの部分のデザイン、ちょっと気になるところだね。さあ次のモデルを見ていきます。ナンバー82番トヨタソラのモデルが登場してきます。トヨタソラ、正直なところあまり馴染みのない車両なんだよね。なんだけどこれ実際調べてみると、トヨタソラという車両は東京とかではすでにバス会社さんとかで導入の方がされてる車両みたいだね。トヨタソラ、フューエルシェルバス、燃料電池車両ってことかな。インターネットの方を見てみると、ニッケル水素電池、そういう燃料が使われてるみたいだね。トヨタの中でも未来とかそういう車種も確か燃料電池車両じゃなかったかな。そしてこの車両の下の方を見てみると、あ、やっぱりバスなのでサスペンションとかそういうアクション関係はついてなさそうだね。だけどなかなかこのバスのモデルにしては斬新なデザインって感じでかっこよさそうだね。さあ次のモデルを見ていきます。次はドリームトミカの部分だね。ドリームトミカナンバー158番ドラえもん50周年アニバーサリーラッピングバスが登場してきます。ドラえもんもこれは50周年のアニバーサリーなのかな。ちょっと下の方を見てみると、あ、そうだね、ドラえもんも50周年を記念してドリームトミカより特別なラッピングバスが登場って書いてあるね。トミカだけが50周年ではなくて、ドラえもんも50周年、なかなかなつながりっていう感じだね。やはりドリームトミカらしく、この辺り可愛らしいデザインになってるんじゃないかな。そしてその他の画像も公開されてるね。あ、リア周りの部分だね。サイドの部分のこのドラえもんのデザイン、この辺りはどうやらこれはシールで作られてそうな感じのデザインになってるね。リア周りの部分のこの尻尾のようなレッドの部分、ここは可愛らしいんじゃないかな。そして下の方を見ていくと、アクションの部分はサスペンションになってます。なのでやはりびっくりするようなアクションとかそういうのは備わってないんだね。こんな感じでドラえもんの可愛らしいデザイン、この部分がおそらく小さなお子さんには人気なんだろうね。そして次を見ていくと、あ、これで一旦は以上になってます。そして動画の方を撮影してて編集をしてる際に、もう一つ車種が増えてたね。9月発売のページの下の方を見ていきます。この部分だね。ロングトミカナンバー129番宇部興産ダブルストレーラーが登場してきます。人気の働く車の、しかもロングトミカになってくるね。サイドの部分には宇部、宇部って書いてあるね。 UBE って書いてあるね。そして下の方を見てみると、アクションの方が出てくるかな。本体取り外しと左右稼働なので、この辺り本体取り外しっていうのは、この辺りのトレーラーとの切り離しがあるのかな。それとこの後ろの部分も取り外しができそうだね。こんな感じでロングトミカらしく、ホイール、タイヤの数もかなりの個数だね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9、 まあ反対側にもあるので18人ってことかな。なかなかこれだけタイヤのついたトミカって少ないんじゃないかな。まあこの辺り働く車でロングトミカになってくるので、この辺りもしっかりとゲットしておきたいね。せっかくなので、8月発売のトミカ、8月入ってすぐに発売になるモデルがあるので、その辺りも一緒に見ていこうかな。トミカショップオリジナル三菱ふそうエアロスタートミカショップバス、
こちらの方が8月1日発売予定になってるね。すでにオンラインショップの方でも予約の方が受付になってます。まあ、トミカショップバス、当然ながらこれは実車で存在するような車両ではないよね。フロントの部分のトミカショップ、サイドの部分のトミカショップ、こんな感じのロゴがプリントされてあるね。そしてその他8月発売予定で早い時期に発売になるのがこのモデルだね。2020年8月8日土曜日発売のイトーヨーカドーオリジナルトヨタ 2000GT トリコロールカラー仕様が登場してきます。まあイトーヨーカドーオリジナルとなるとこういうカラーリングだよね。サイドの部分にはイトーヨーカドーのロゴがプリントされてあって、反対側はイトーヨーカドー、こんな感じで宣伝カーのような感じのデザインだね。でその他のモデルを見ていくと、こちらのアピタピアがオリジナルの世界の国旗トミカフェアレディ Z ブラジル国旗タイプというのは8月15日発売なので、ここは第3土曜日の発売っていうことかな。こんな感じで8月発売予定のモデルは第3土曜日だけのトミカの発売ではなくて、その他にもそれぞれ発売日が違うので、このあたりも要注意だね。そして8月発売の販売店オリジナルトミカ、この部分を追加車種が出てきたね。先ほどこの辺を紹介させてもらったんだけど、下の方だね、この部分だね。スヌーピータウンショップオリジナルドリームトミカチームピーナッツ、このモデルが登場してくるんだね。価格の方は800円で発売日が8月8日土曜日になってます。そして下の方を見ていくとアクションとか出てくるのかな。あ、特にアクションとかは出てこないね。スヌーピータウンショップオリジナル商品としてドリームトミカチームピーナッツが登場って書いてあるね。なのでこの辺り取扱店舗っていうのがおそらくこの辺りしっかりと確認をしておかないといけないかな。そしてその他の部分ではこのモデルだね。トミカ50周年ヒストリーセレクション2000から2009年ボリューム4ホンダ NSX-R が登場してきます。こちらは書店限定のモデルになってくるね。そして人気のホンダ NSX-R、 このモデルなのでこれはしっかりとゲットしておきたいんじゃないかな。今回の書店限定モデルっていうのはここに書いてある通り、10年ごとのその中でも最も印象の強い車両がセレクトされてるんだよね。こうやって見てみるとホンダの NSX-R、 こちらのモデルなかなかかっこいいんじゃないかな。デザイン的にもヘッドライトの部分クリアパーツになってて、フロントの部分にもしっかりとタイプ R ホンダのエンブレムもプリントはされてあるね。こうやって見てみると今回のトミカ50周年ヒストリーセレクションの中ではこのモデルが一番の目玉っていう感じになるんじゃないかな。まだボリューム4なのでボリューム5とかこのあたりはまだ車種が発表されてなかったかな。こんな感じで8月発売のトミカ、販売店オリジナルトミカの中でもこんな感じでたくさんのモデルたちが登場してくるね。このあたりはそれぞれ発売日が異なってくるので要注意かな。はい、今回はトミカニュースということで2020年9月発売のニューモデルの車両の方をチェックしてみました。9月はようやくここに来てベーシックトミカの初回特別仕様がラインナップに入ってきたね。アウディ R8 クーペということなので、フェラーリとかランボルギーニとかそういった輸入車両じゃないので、このあたり人気っていうのはちょっと未知数になるかな。だけどしっかりと初回特別仕様はゲットしておきたいね。その他のモデルでいくとトヨタソラとか、その他ロングトミカの宇部興産ダブルストレーラー、このあたりもしっかりとマークをしておきたいね。そして一番下にあったモデルがドラえもんのモデルだったかな、この部分だね。ドリームトミカドラえもんラッピングバスだね。今のところこれだけの情報が9月発売のモデルで出てきてるけど、8月も結構いろいろと追加車種って出てきたよね。なのでひょっとしたら9月まだまだ追加車種あるんじゃないかな。このあたりはちょっと期待して待っておきたいと思います。はい、こんな感じで2020年9月発売のニューモデルの部分と8月の発売だね、その部分の追加車種の方をしっかりとチェックをしてみました。さあ、たくさんの車両が8月9月発売になるけど、皆さんはどれを狙うのかな。私は一通り予約のできる車両というのは予約をしてあるので、またしっかりとゲットしてこちらのチャンネルでレビューをしていこうと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。